皆さんこんにちは。今日はお姉さん系の美貌とナイスバディで1990年代に多くの男性たちを虜にした往年の AV 女優美里麻里さんのご紹介です。当時流行のアイドル前としたルックスもあって、デビュー後すぐに人気女優として活躍しました。今回はそんな麻里さんの活躍した懐かしい90年代を振り返りながら見てみましょう。まずはプロフィールです。美里麻里、生年月日1973年3月7日3サイズ83-58-86-1。1993年アクション女優を経て AV 女優デビュー。静岡県出身の美里麻里さんはもともとアクション女優を目指してジムワークなどで体を鍛えていましたが、1993年2月に「絶叫しちゃったの」という単体作品で AV 女優としてデビューを果たしました。 AV デビュー以前には緒方直人主演の1992年 NHK 大河ドラマ「信長キング・オブ・ジバング」において信長の側室である生駒の肩の侍女役として出演を果たしたキャリアを持っています。ここで面白いお話ですが、麻里さんの出身地はプロフィールでは静岡県となっているものの、ネット上をリサーチしてみると岩手県出身説が濃厚のようです。この岩手県出身説はネットでは複数散見されますので、おそらくこちらが本当の出身地なのではと考えられます。 AV 女優のプロフィールとしてはありがちなことで、特に出身地は参考程度に受け止めておいた方がいいでしょう。とにかく麻里さんはその持ち前の美貌と大人びた色気でデビューと同時に多くの AV ファンを魅了しました。以後数々の単体主演作品に出演していくようになっていきます。デビュー当時からアクション女優を目指して行っていたトレーニングの成果で完璧に近いプロポーションのエロボディをしていました。デビューしてしばらくはバブルの象徴ともいえるセミロングのワンレンでしたが、バッサリとショートカットにイメチェンしました。もともとくっきりはっきりした顔立ちの美人ということもあり、これがハマって人気がブレイクしました。そこからは快進撃が続き、当時90年代前中期の AV を語るには欠かすことのできない女優の一人に成長していったのでした。2.1995年、人気絶頂期に AV を突如引退。1993年のデビュー以来、 S 級の美貌と完璧なエロボディ、それにインランドマックスのリアクションのエロさで当時の人気トップクラス女優の仲間入りを果たした美里麻里さん。しかし人気絶頂期を迎えた1995年に麻里さんは突然 AV 女優を引退してしまうのです。 AV 女優の引退劇にはざっくり大別すると3パターンあります。1つ目は引退宣言を事前に発信した上でしっかり引退作品と銘打った作品でフィナーレを飾って去っていく円満引退パターン。2つ目はあまり人気の出なかった女優に多いパターンですが、徐々に単体出演作品も減っていき、いつの間にか気がついたらいなくなっているといったフェードアウトパターン。そして3つ目はバリバリ現役として多くの出演作品をこなし、またそれらがヒットして人気絶頂にもかかわらず突如 AV 女優を予告もなく辞めてしまうカットアウトのパターンです。美里麻里さんの場合には完全にこの3つ目のカットアウトのパターンに該当します。このカットアウト引退の場合の多くが何らかの現場や契約のトラブルによる理由だと言われています。まして今から四半世紀も前の話、いくら人気女優としてブレイクしたからといって、というより人気女優で露出が多くなればなるほど世間の目は好奇に満ちたものであり、風当たりも強かったことは容易に想像できます。今とは比較にならないほどまだ AV 女優という職業そのものが市民権を得ていなかった時代だったのです。彼女は出演作品中のインタビューで涙ながらに両親への謝罪を口にしているシーンがあります。これは邪推ですが、突然の予告なしの引退の理由もこの辺りにあったような気がします。とはいえあくまで試験であり、彼女は抜群の人気で多くのファンから支持された女優さんです。当時の美里麻里ファンたちの落胆と喪失感の大きさは
ちょっと考えれば想像がつきますね。ネットをリサーチすると、四半世紀も経過した今でも彼女の存在をレジェンドとして記憶しているかつてのファンは結構いて、語り草となっています。3、2007年頃新宿2丁目に自分のお店を持っていた。さて、1995年に突如 AV 女優を引退してしまった美里麻里さんですが、引退後何をしていたのかはググってみると諸説出てきます。やはり人気絶頂でプツンといなくなってしまった美女だけに、噂レベルで心眼入り乱れてもっともらしい説がいくつもあるようです。カラオケスナックを経営していたという説、引退後すぐに地元に帰って一般人男性と電撃結婚したという説など、本当に諸説が入り乱れています。ただこれらはいずれも出どころの怪しい匿名掲示板やしたそうなといった根も葉もないまた聞きの書き込みだったりといったものばかりで、信憑性はかなり低いと考えてよいでしょう。そんな中で信用するに足るネット情報もリサーチするとあることはあります。遊びに来いよって言われて毎日行ってた美里麻里の店、十数年前のアダルトクイーンの美里麻里、新宿2丁目にあった。中略、残念ながら美里麻里本人には会えなかったけれど、そこでバイトしてた女の子はめちゃくちゃ可愛かった。これはいわゆる業界人のブログです。回顧録のような作りになっており、この記事自体は2007年12月のブログ記事なのですが、実際にこの麻里さんのお店に行ったのはもっと前の時期だと思われます。とはいえ、日本でも有数のゲイタウンとして有名な新宿2丁目にお店を出していたなんて意外ですね。今現在もこの美里麻里の店が存続しているかは定かではありません。おそらく移り変わりの激しい街なので、今はもうない確率の方が高いのではないでしょうか。この情報から推測できることは、美里麻里さんは AV 女優時代に稼いだ資金やコネクションなどを駆使してお店などを経営する実業家に転身している可能性が高いということです。今もどこかの街でお店や会社の経営者として日夜活躍している美里麻里さんの姿があるかもしれないですね。4、AV 女優美里麻里のプライベート生活。美里麻里さんが現役 AV 女優として活躍していた1993年から1995年という時代は、まだインターネット自体が汎用化さえしていない時代でした。 SNS は愚かブログすらもまだ全然影も形もないというインターネット黎明期以前の時代。当然、美里麻里さんのツイッターやインスタグラムなどの SNS や公式ブログなどは当時には存在していません。今から四半世紀も昔はそれが当たり前だったのです。ですが麻里さんは、この時代を代表する人気 AV 女優の一人であり、固定ファンも非常に多かったわけで、その分、歳月が流れていても彼女を忘れていない人も多かったようです。現在のネットの SNS 上には、美里麻里さんの魅力的な画像をかつてのファンたちがアップしています。引退して四半世紀も経過しようというのに、まだ愛されている美里麻里さんは本当に文字通りのレジェンドですね。現役時代のプライベートの噂を調べても、美里麻里さんに関する有益な情報はネット上には残されていませんでした。あれだけ美しくて魅力的な女性ですから、プライベートでも男性からモテモテだったことは容易に想像がつきますが、そのあたりの恋愛事情に関する情報は残っていません。引退後は前述したように新宿2丁目で飲み屋さんを経営したり、一般男性と結婚したという噂もあります。真偽のほどは定かではありませんが、こんな美女を奥さんにできた旦那さんが羨ましい限りですね。5、まとめ。1993年から1995年という今から四半世紀も昔の時代に活躍した伝説の AV 女優美里麻里さん、引退してから28年が経とうとしている現在でも彼女の記憶はファンたちには鮮烈であり、未だに復活を望む声は絶えないのです。確かに現在往年の復刻版や配信作品を見ても、美里麻里さんの美しさとエロさは十分今でも通用しますし、逸材であったことは理解できます。引退後一般人となり実業家に転身した説や、
結婚して主婦として穏やかに暮らしている説など数々の噂はあるものの、確かなところは分かりません。現在50歳となっている美里麻里さんですから、ほぼ AV 女優復帰という線はないでしょうが、もしかしたら長熟女女優として復帰なんて可能性もありえます。あれほどの美貌の持ち主ですから、年齢を重ねても美熟女となっていることでしょう。特に思春期に麻里さんにお世話になった中年のあなた、今宵は久々に美里麻里さんの作品でも見てはいかがでしょうか。今回の動画は以上になります。面白かったと思われる方はグッドボタンを、俺の方が詳しいぞと思われる方はコメントを、他の女優さんのことも知りたいと思われる方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。